しょ。やっほー、こんばんは皆さん。お、ヒロピーさんありがとう。こんばんは皆さん。うん、お家に帰ってきました。みきちゃんかわいい、ありがとう。こんばんは皆さん、2日間ありがとうございました。ヒロピーさん金魚ありがとう。お渡し会も皆さん本当にありがとうございました。ペポンちゃん400回ありがとうございます。喉の調子グレートです。トトモさんありがとう。ヒロピーさんもありがとう。トトラありがとう、ありがとう。え、余韻ですか。うーん、私も余韻だよ、ありがとう。余韻を抱きかかえて無事広島に帰ってきたからね、ありがとう。モッチさんお疲れ、ありがとう。トトラありがとう、たくさんありがとう。今日はね、もう普段からお世話になっている方にもたくさんお会いできたし、実は何々です、実はショールームが好きで今日は来てみましたとか、普段お話し会とかもあんまり、お話し会もしたことがない方もいたりして超新鮮でした。たくまさん、ようくん、かわいい、ありがとう。テイカーさん、みゃんこ先生、あやとくん、おやっきーさん、せとかちゃん、あんとんさん、人生方向音ちゃん、ありがとうね。ヘアアレンジも可愛く、可愛くね、していただいたんですよ。ファイヤーサーフさん、ハンニバルさん、ケンタッキーさん、チーズホコンジさん、会えてよかった。私も嬉しかったです。喜びをかみしめました。コバさん、シルニジピンさん、今日はありがとうございました。ハニバルさん、ポンコツさん、お、今生、ん？見てくれてありがとう。エリーチカちゃん、ありがとう、ありがとう。ウッポさん、ありがとう、ありがとう。わー、鈴木、清隆さん、コバさん、DJ さん、ハニバルさん、ヨッケンミルンさん、タコ、マクールさん、ハニバルさん、笑います。勇気、お疲れ、ありがとう。そう、確かに、お話し会とは、また雰囲気が違いましたね。わらびもちさん、ケイセキさん、サイさん、コバさん、アッシーさん、みやんこ先生、ありがとう。神戸に来てくれてありがとう。本当に私も嬉しかった。夏休みのほとんどリコチと一緒。それな、私も、ほとんど皆さんと過ごせて、こんなイベントたくさん充実、最高だって噛み締めました。このトーク、修一郎さん、お渡し会またあるといいなって思います。お、渋谷 HMV にパネル展見に行ってくださってありがとうございます。昨日はとっても楽しかったね。ヨッキンミルンさん、ありがとう、会えて感動。私も、わあ、鈴木秀和さん、あ、タワーありがとうございます。あございます。ちょっとお礼はまた今度させてください。キャーさん、ありがとうございます。すごい写真集の感想ぜひ、わぁ、タコすごい。写真集の感想はまたぜひ教えてください。嘘、ありがとう。ショールームでゲットしてくれて、タワーはもうと、お礼またちょっと余力がある時に書かせてもらいます。今日はもう配信をつけることで精一杯です。割とガチで配信しようか迷ったけど、昨日は夜配信してないし、それで今日はせっかくのお渡し会2日
間だったので、せっかくの2日間のだったので、ありがとうの気持ちを込めてちょっと配信をつけました。ズーデスさん、金魚ありがとう。マサさん、金魚ありがとう。カプレスさん、ありがとう。ありがとう。ミキヤくん、ありがとう、ありがとう。タッパリーさん、タコ、ありがとう。嬉しい。神戸ではね、もう神戸の皆さんとお渡し会で、お渡し会はきっと参加しやすいと思いました。私的にそうさん、お疲れ、ありがとう。なべさん、ゆきまるさん、しらさめさん、今日は緊張しました。確かにちょっと伝わってきました。そうちゃん、パチパチありがとう。そうだね、ムービングさん、ひびきちゃん、明日は、まあ、予定があるので、ちょっとそれについてちょっとスマホいじいじしてました。モズさん、ありがとう。こちらおさん、ありがとう。ひびきちゃん、配信ありがとう。もう命を削り削ってないよ。全然そんなことはないけど、ふわふわです。香港さん、花ピーありがとう。わあ、チャッピーさん、1000回もありがとうございます。遠慮なく、いやいやいや、本当に無理なくありがとう。トラバガニさん、ありがとう。あ、そうなの。私のことを優先してくれたんですか。ありがとう。タラバガニさん、アツシさん、ありがとう。ね、会えて嬉しかったし、みんなに写真集を見てもらえて嬉しいです。ゆうゆうゆうさん、ありがとう。お、東京06、ん ?1068 さん、前回ありがとうございます。ね、まさかのニエスもすごい楽しんだ。タンタンさん、ムービングさん、ミキヤくん、ヒロピーさん、ウータンさん、ありがとう。確かに当日券もなんか開店前に HMV 佐野宮オーパーが開く前から、その開店前から結構並んでくださったらしくて、そっから当日券もゲットしてくださった方がいっぱいで、もうありがとうって思いました。マリュ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。バリーさん、ありがとう。オムさん、ありがとう。ニョッケミルンさん、ありがとう。すごい、みんなの報告が嬉しいです。オムさん、ニョッケミルンさん、ありがとう。お、新幹線で見たのか。叫ばなかったですか。トリガーさん、ありがとう。ハリーさん、ソウちゃん、ありがとう。配信もね、見てくれてありがとう。ナベさん、サイザイさん、ありがとう。青い月はただ美しいだけなの。カーボーさん、ありがとう。カラスさんも、ありがとう。ね、まさか
販売とかあるんだと思って。クラスさんありがとう。今日はありがとうございました。カナウちゃんさん、マオさん、ニョッキミレンさん、かわいい、ありがとう。開店前に並びます。ありがとう、並んでくれて。しかもわざわざ広島からね、会いに来てくれた方もいらっしゃいますし、すっごく嬉しかった。アムトンさんありがとう。もう私もすごく元気をもらいました。うん、みんなのおかげで。開店前から並んでくれて本当にありがとう。クジラトさん、ミャンコ先生、しかもなんかツイッター見たら、リコちゃんのお渡し会の当日券をゲットする道中でしたが完売だったため諦めました。リカコちゃん、トートありがとう。ミャンコ先生、ミサキちゃん、キンパイさん、陸上家族さん、ありがとう。千葉のゼロワンさん、500回ありがとう。トラッキーさん、アンディさん、マメさん、カラスさん、キミレンさん、ここ、今日しか入ってなかったからわざわざ来てもらえて嬉しい。もうすごいなんか本当ありがたいと思った。ミキアくん、ジャックさん、ありがとう。でもすごいすごい充実した2日間を過ごしました。みんなのおかげです。名古屋からもうみんないろんな各場所から会いに来てくれてありがとう。私もそんな来てもらえて嬉しかった。もうやばいです。わお、ワイルトの佐藤さん、ありがとうと頑張った、ありがとう、ありがとうです、嬉しいです。タイランさん、タイルトン佐藤さん、かわいい、ありがとう。お疲れもありがとう。好きが私も増しました。本当にもうリコーさんはみんな最高って明日もおじさん、ゆなちゃん、キンパイさん、ありがとう。ダイランさん、みさきちゃん、フリマルバクさん、キョンシーさん、みきおにきさん、アイルトン佐藤さん、めっちゃかわいい、ありがとう。ハオカウント、ありがとう。お、心斎橋を見に行ってくれてありがとう。心斎橋は皆さんどうやって行ったんですか？三宮とか台風でね、ほんとでも良かったです。新聞記者のトマヤさん、ありがとう。いっぱいなんか運転とかしたりしてきてくれた方とかもいるし、もうみんな気をつけて帰ってと思う。マシマシ。ヤッキーミルさん、ありがとう。でもそんぐらいもう会いに来てくださる方のありがたさというか、もう存在がありがたすぎて、もういいなって思いました。うん、電車か、電車の方がなんか混むかもしれないけど渋滞はしないからいい気がする。私も最後なんか本当に2日間ベニちゃん、伊藤博さん、ありがとうございます。612日だ、ありがとう。めっちゃ6の倍数。私も明日からも頑張る。あーさん、こばさん、ありがとう。また会おうな。会えてよかった。私たくさん、
私の元気をもらったんです。もうね、怒涛の10日間を過ごしたので眠眠です。もう充電が切れました。当日券完売してて買えなかった。ありがとう、買おうと思ってくれて、あ、会えなかったわよ、ね、会いたいと思ってくれたことも嬉しいです。当日券ね、本当びっくりです、びっくりです。カズさん頑張った、ありがとう。モツさん尊い、ありがとう。頑張った、嬉しい。今日はもう泥のように眠ろう、ゆっくり休もう。重版の夢ですね。岸辺ねはんさん、ありがとう。やっかい、当日券の完売が怖くてむちゃくちゃ早く着いてしまった。もうそんな風に、ありがとうございます。クジラトさん、お疲れ、ありがとうね。もうイベント祭りの8月でした。だってめっちゃ移動もいっぱいでしたね。毎日朝が早くで、早起きも頑張ったような気がする。気をつけて帰ってください。お、ゲット1番すごい、早く着いてよかった。でもそんなに来てくれて嬉しい。カズさん最高、もありがとう、そんな風に言ってくれて、もう嬉しい、かなり嬉しいです。そうちゃんありがとう、先輩ゲットしてくれてありがとうだ。すごい、 STU 過ごして最後終わった時キンミルンさん、ありがとう。チェリーさんもありがとう。わー、立ち席ありがとうございます。そんな体を張って来てくださって、もうありがたいでしかない。忠実でした。チェリーさん、エイチさん、ユッキンミルンさん、鈴木秀和さん、福ちゃんちありがとう、大蘭さんありがとう。はあ、そうだね、ナイトクルージングもあります。あと2通メールを送ろう。カー君、ジェリーさん、お、ミキヤ君、ガチ生きがい、ありがとう。生きがいになれてる、なりたいな。クルージング楽しみ。わあ、写真集の感想聞きたい。ニッキー・ミルンさんありがとう。みんなの生きがいになるよ。
実現だね。くれて今日はしたよ。私服もお気に入り。わあ、ありがとうな。朝から来てくれたり、朝からそうやってあなたの住んでいるところから移動して来てくれてありがとう。ルチくん、ナオさん、松さん、夏みかんちゃん、松さん、祖父さん、あやかちゃん、ふかちゃんち、松さんもありがとう。ありがとうございました。本当だ、ありがとうございました。松さん、伊勢ビラカスいける？松さん、アッキーザラ大好き。してくれて本当にありがとう。岩尾さん、松さん、アンディさん、ぜひまた写真、好きな写真教えてください。金杯さん、ミキオくん、リョッピー、リリリさん、ヨッキンミルンさん、嬉しい。お、そんな風に嬉しい。俊介先生、ありがとう。撮ってもカラー写真、もある。嬉しいと思う、言ってくれて嬉しい。ロッキンミルンさん、池さん、ありがとう。三冊家のポストカードの写真も嬉しいです。あれ好きですか？フード、このトリコってなったかい？あのカットも最高でしたかい？くにちゃん、ありがとう。フードよき。おー、嬉しい。ねー、ありがとう。できた。メールくれた。くにちゃん、ゴミゴミ、かわいい、ありがとう。トリコ。私か
てありがとね。嬉しいです。私の写真集初めてゲットしてくれてありがとう。人生方向音痴さん、レインボースターありがとう。確かに写真集の鑑賞会もできたらいいですね。うまひつすいさんありがとう。実物かわいいって思ってもらえてよかったです。イベント行けなくてマジ悔しい。そうだよね。赤いでしょ。なんで後悔しないで、ここでお伝えてよ。大丈夫。香港さんありがとう。行動から伝えてる。確かに伝わってますよ。イベントはもうぜひとも、ショールームで写真集の同時鑑賞会したいですね。盛り上がったねって話で、嬉しい。スタッフさんからもなんか愛されてる感じが伝わって嬉しい。失礼ずも、ぜひともぜひとも一緒に見る配信しましょう。写真集、いやー多分ないと思いますね。自分の写真はそんな見てもなんか何も感じません。これはでもこれのこだわりとかは話せると思います。岩尾さんハートありがとう。芝さんもありがとう。君みんなの感想が聞きたいですね。コバさんもありがとう。サトピーさんありがとう。オリちゃんちありがとう。あ、お渡し、あ、お話し会、お話し会、いろんな、ミキヤくんありがとう。確かになんか私的には今回のお渡し会はなんかレーン並んでるところが全部見える感じじゃないからいいなって思いました。なんか声は聞こえるんだろうけど、お互いだけの、お渡ししてる人だけの空間っていうのがすごい好きでしたね。かわいい、ありがとう。ひかりゃんもひまわり29さん、食パンダさんありがとう。あ、ほんと？ドキドキしながら、待って。
とうございます。本当松さんありがとう。私は割とお話し会中お話ししている姿を後ろの人にも見られるのがあんまりだったので、今回は2人だけの空間を作れて、作れる環境をスタッフさんも作ってくださったのでマジありがたかったです。やっぱみんなの反応とか聞くとすごい嬉しくていっぱい笑っちゃいました。私会楽しかったです。もう愛されてて、もうみんな私に愛しかなくて嬉しかったですね。二人だけの空間が良すぎた。いつもなんか後ろで見られたりしてるけど、あまりそれが好きじゃなくて、そのことに反応されたりするのもあまり苦手なので。しんちくんさんありがとう。覗き見なしなのありがたかった。オンラインはめっちゃ怖くて、前の人と話した内容を聞いてくる人とかもいるので、あたふたあたふた。佐藤アナウンス、くにちゃんありがとう。でも今回完全に阻害されてる、まあ二人だけの空間だからよき。もう全然いっぱい元気ですよ。私もいろいろ話し会で会話聞かれるの普通に恥ずかしいよね。し後ろでもうめっちゃ視界に顔が入ってくるんですよ、私の場合。それも困っちゃう。キューさん可愛い、ありがとう。マジ墓だよね。マジお墓なんですよ。ヒロさんありがとう。あなたがミッキーミルズタコありがとう。響さん、キューちゃん、キューさんありがとう。ねえ、親切です。とても確かに前の人ニコニコ去っていく姿私も好きよ。今日は行きの新幹線爆睡してて、あっという間でした。プライバシーが守られるの良すぎた。本当にプライバシー守ってくれてありがとすぎた。雪見るんさんありがとう。リアル話し会抵抗あるよね。わかる、めっちゃわかる。リサーチャーさんありがとう。人から目線感じると言葉出なくなる。ああ、ある。なんか私は分かるです。それはちょっと見えないようにしてきてたらいいよね。でもさ、なってないか。秘密の話とかできないよね。まあ、レーンは並んでたら筒抜けですよね。
のグループを調べてもやっぱあんな感じが普通だもんね。やっぱオンラインも良い。そこは聞かないのがね、マナーだね。ね、聞かないようにしてくれてる方は、うん、してくれてるけど、結構怖かった。白洲さん、俊介先生、岩尾さん、ありがとう。おやっきーさん、ありがとう。あー。使いは他のメンバーも全然見えないようにしてる。父の個別行って他の子見えるのびっくり。へえー。あ、じゃあハロプロと STU は違うんだ。ハロプロさん方式好きかもしれない。学校の健康診断じゃないしな、受ける。間違いないですね。ヨッキーミレンさん、さかなさん、ありがとう。あー、安全のためか。確かに、その警備員さんいないといけないもんね。萌えさん、ありがとう。それでも変なこと言ってくる人いるって怖いよね。ネオさん、400回ありがとう。ってくれて、しかもなんか、あー、変なこと言われるんだろうなって怖がりながらお話しする。私もたまに、というかな、たまにそういう人がいたら守りたい。優しい。ありがとう。でも今日みたいに、今日はそのファンの方は見えないけど、もう私の隣にも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 、もうスタッフさん総出で6人、7人、8人ぐらいいて、その間のその場でのお話だったので、あんまり悪いこと言う人はいなかった気がする。めっちゃ手厚かった。もう守ってくれてたし、そのね、スタッフさんめちゃめちゃ守ってくださってた。もう四面楚歌以上、八面楚歌ぐらい。本当に、確かに他の隣のレーンのに並んでるファンの方とお話しできるのもその時の良さ。わらびもちさん、200回そうだね、言う人はいましたね。悲しかったですね。ずっと忘れられないですね、うん、お話し会で。レグルスさん、600回ありがとう。ヒョイさんも個室なんだ。個室いいですよね。でもやっぱ人数が少ないからできるのかな。警備員さんを一部屋ずつ受けるみたいな、なんかいてもらえるみたいな。スタッフさんは本当に神だったんですよ。人をって思ったよね。マジ神なんですよ。なんか結構その台、壇上に登ったら、ここまで、ここに立ってくださいみたいな、なんか印があって、まあ、みやりかさん、ありがとう。私か、ありがとうです。そう、印があって、ちゃんとそこ
ここに立ってくださいねって促したりしてくださって、そう、白線超える、受ける視力検査のラインもう、そうだよ、みありかちゃん、はるるんさん、ありがとう、言い方も優しいもんね、そう、踏み外しちゃってたけど、まあ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 、そうだよね、スムーズだった、お渡し会、わかる、なんか、そうね、しんいちさん、ありがとう、スムーズの流れ作業を受ける。でも私は流れ作業じゃないからね。でも循環がね、やっぱりこう渋滞しないようにしっかりできてました。みつるん、尊いありがとう。そうだからね、まだ大丈夫でした。穏やかな雰囲気でしたね、本当に。っていうの面白いな。荷物も動かしてくださってたんですか。なんて温かい。キンパイさん、タコタコ、ありがとう。回転率がねスムーズだったから、私も可愛くお直しできました。次の時間入り口で預けるのに終わったら出口に置いて、そうなんだ、忘れ物チェックも完璧、素敵すぎる。だってさ、私一人に対してもう8人ぐらいいて、であっちが、多分私はみんなの方を知らないんですけど、でもあっち側でももうなんか3人とかいるから、もう総勢10人とか10何人とかいたよね、多分。すごいよね、人気ラーメン店。本当に大女優待遇だったんだ。ありがたい。6と4か、やばいね、ありがたいすぎたね。ウリお疲れ、ありがとう。ミキヤくんもハートありがとうね。マジでそうだった、姫すぎた、主役でした、ありがたい。そんな私はそんな待遇を受けるに値するような人間ではないので、そんな大切に扱われてびっくりでしたよ。あー大事、なんかでかいの来た。ちゃんと本をリュックにしまい終わるまでせかさないでくれてありがたかった。なるほど、ありますね、それ。私もそういうの好きです。お財布にお金をしまうのが怖いから、私はいつも現金払いができません。お財布からお現金を出す時間とか、レシートもらって現金を戻す時間とかがもうすんごい大変だから、私は現金払いもできません。すごい、福ちゃんち、タワーありがとう、ありがとうございます。タワーいただいちゃいました。今日はもうたくさんタワーをもらった気がします。ありがとうございます。いやいや、私はもう底辺なので、なんか本当になんかこんなこと言ったらかわいそうな感じになっちゃう。私は本当自分のことをそんな偉いなんて思ったことは一度もありませんので、本当にこんな扱いを受けるなんて申し訳ないぐらいあります。本当に
ヘイさんありがとう、ショウさんもありがとう。うん、買ったもの持って持たれると焦る、マジで。あ、めっちゃ焦るよね。とかなんかレジ袋いらないっつってエコバッグをカバンから取り出してたらお会計になって、でお会計ペイペイでみたいな感じ、ペイペイ一瞬で終わるからレシートを受け取って、あ、やばい、エコバッグ開きだ、開いて、もうマジで時間かかるよね。マジめっちゃ焦るんだよね。三八さんありがとう、手裏剣のように、やば、すごいじゃん。アルトさんパチパチありがとう、ポジティブ。姫ありがとう、ゴミゴミ、かわいい、ありがとう。ウリン、ありがとう。星ちゃん、たくのぎさんも星ちゃん、ありがとう。いやいや、もう本当にこんな大切に、こんな私を大切に扱ってくださるなんて申し訳なさすぎて、なんかもう頑張らなくてはってなりました。みきあくん、ありがとう。もうなんかもう優しいね、HMV さんって。優しいですね。ありがとう。あ、なるほどね。ゴミゴミかわいい、ありがとうだ。私は、確かにピッてされてる間にもこう、詰めるのも確かに分かる。は、愛の重さ感じてくれたかな、ルックで。でも本当に、取りますかって誘導テープ外してくれて、紙じゃないか。サインありがとう、ゲットしてくれて。イベントしたいですね。よろしくお願いします。てかなんかもう今日はちょっとタワーありがとうございます。またカキカキお礼を書いて、お礼書かせてください。今日は言葉でありがとう伝えます。ありがとうございます。やばっ、信州そんなにキャリーケース9冊はやばっ。ひいさんありがとうね。パネル展もすごい愛感じました。私もこわりついた心には太陽を、海の始まり見なくてはならない。カメラさんありがとう。実はさ、カズさんお疲れ、あーありがとう、回復薬もありがとう、ハリーさんも回復薬ありがとう。今日東京から神戸来るまでだいぶ薬してたんですけど、なんか噛み合わせが悪くって、なんか普段顎の位置こうここだと思うんですけど、寝てるし、寝てるからどんどん顎が出てきちゃって、なんか前歯がこうあって、下の歯がこうなってるじゃないですか、普通はまあこんぐらい、それがもうこんなになっちゃって、だからもうなんか前歯で下の歯が押されてすっごい痛いんですよね。3時間矯正器具をつけてたみたいな気分になります。鈴木秀和さんありがとう、ゴミゴミかわいい、ありがとう。おやぞさんもかわいい、ありがとう。おやぞさん、
ジージーありがとう、レインボースターもありがとう。寝てると私アゴ出てきがちなんですよね。なんか多分だけど、重力そう、福ちゃんちありがとう、回復薬ありがとうございました。楽しい時間を。ちょっと待って、10年選手受ける、顎関節症歴10年選手はやばいな。じゃあもう口開けないじゃん。あーやばき、あ元気ですかってなっちゃう。クッキーにしたい、クッキーにして。アルトさんありがとう。えそれすごいわかる、親知らず抜いてるから自分もそんな感じになる。そうなの、やっぱうーんってなるよね。うーんなんかうーんって前歯出ちゃう、痛い。だから今もめっちゃ痛い、下の歯まだ痛いです。朝の3時間ずっとその状態だったから。ほらやっぱ分かる人はいるんだ、ありがとう。よくないけどね、治りたいよね。食いしばって生きてきたので、あ人生いろんなことがあったんだね、うん、歯並びなのかな。でもそうだよ、やっぱ顎の筋肉なんじゃない。ってなんか寝てたら力なんて抜けちゃうからさ、顎の筋肉なんてもう、歯医者通って噛み合わせとか相談。そうなんだ、え、わかる？間違われたけんだけど。でも私本当に寝てたら顎が出てきます。岩田さんありがとう。でもこう寝てるんだよ、びっくりなんだけど。あきちゃん昇格おめでとうすぎる。そのさ、ポキちゃんは3期生まいちさんありがとう。ポキちゃんはどう昇格が発表されたんだろう、すごいよね。ツイッターとか見てたら、
にマウスピースは作ってますありがとう、アドバイスしてくれて。フジルトさん、ジェリーさん、ありがとう。ラクウェルさん、キハさん、クジラトさん、ラクウェルさん、クジラトさん、キテツさん。いや、あ、そうなの。アプロさん、ありがとう。あー、おひさまおじさん、ありがとう。あ、なんて言ったらいいんだろう。でもまいちさん、ありがとう。なんて言ったらいいんだろう。まあ、とにかくお気になさらずで。みきやくん、ありがとう。ただただ軽い気持ちで今日あった悩みを伝えただけなので。これが365日なわけじゃないのでご安心くださいね。写真集公式の中の人もすっごくお優しいです。本当にツイッターいっぱいしてくださってめちゃめちゃ感謝なんですよ。私の悩みを親身に受け取ってくれてありがとう。発売された後もツイートしてくださってて感謝。それな、わかる。ふごむさん、ありがとう。みさきちゃん、ありがとう。ね、お果たしかありがとうございました。本当にねえ、ほんと中の人さんに感謝です。じゃあ私はそろそろ終わろうかなと思います。わかる、12時間寝たい。頑張ってみよう。深刻な悩みは確かに、そもそも確かにこんな軽々しくは言えないよね面白い。ヒデさん、ありがとう。そんな深刻にアドバイスが欲しいときは何かアドバイスくださいって言うし、私はそうだよね、そういうことが多いよね。私、トトラお疲れ、ありがとう。アドバイスが欲しいときはアドバイスくださいみたいな、どうしたらいいかなってみんなに聞くし、ただ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 なんか話してみただけなので、お気になさらずで。ありがとう、トトラお疲れ、ありがとう。小顔タンさん、トトラありがとう、かわいい。回復薬もありがとう。ミキヤくんありがとう、ありがとう。今日はこの辺にしておこうかなと思います。ふさん、クッキーありがとう。ヨアさん、かわいい、ありがとう。うん、ありがとうね、見てくれてありがとう。今日はたっぷり寝ようと思います。ありがとう。もう凄まじい10日間をありがとうございましたカズさん、ありがとう、ありがとう。ゴミゴミかわいい、ありがとう、ありがとうございました、ね、ミラコワさん、ありがとう本当に偉いだユウ面白い。ニョッキンミルンさん、ありがとう。みんなも10日間現場やいろんなところ来てくださってありがとうございました。バリーさんも回復薬ありがとう、たくさん。福ちゃんちお疲れ、ありがとうございました。福ちゃんちありがとうも、ありがとうだ。かくれんぼちゆさん、ありがとうです。じゃあおやすみなさい。会いに来てくださりありがとうございました。壇上の方をお呼びいたします。アルトさんお疲れ、ありがとう。メロンパンさん、ハートありがとう。39位から
カラスさん、ファイヤーサーフさん、ハンニバルさん、マリュ、ナベさん、クジラトさん、ボヤッキーさん、ムービングさん、モツさん、クニちゃん、ボヤッキーさん、マサさん、ハムトンさん、ヒヒさん、イワオさん、アルトさん、アヤカちゃん、ソウちゃん、キンパイさん、ゴミゴミ、ウッポさん、アメさん、おへそさん、コバさん、ケイセキさん、ハルレンさん、ニョッキンビレンさん、ラクウェルさん、トトラ、ミキヤくん、ヒロピーさん、人生おこんじさん、ハリーさん、そして本日の秋元先生役はバリー先生です。ありがとうございます。アイルトン佐藤さん、香港さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はカズさんでした。カズさん、ありがとうございました。第2位は鈴木秀和さんでした。タワー、ありがとうございました。そして第1位は福ちゃんちでした。福ちゃんちもありがとうございました。ありがとう、タワーもありがとうございました。そして見てくださった皆さん、ありがとうございました。マリーさん、頑張った、ありがとう、ありがとうでした。ツーデスさん、ありがとう、ありがとう。マリーさん、ありがとう、お疲れ、ありがとう。ツーデスさん、お疲れ、ありがとう。もう台風が去ってよかったし、もう幸せでした。アルトさん、お疲れ、ありがとう。メロンパンさんもありがとう。タッキーチ、ハルルンさん、お疲れ、ありがとう。ウケる、ハリーさん頑張ったわ、ありがとう。いただきます。ミキア君、ありがとうございます。ちょっとタワーのお礼はまた聞かせてください。ありがとうございます。では皆さん、今夜も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー。みんな健やかに。フリマロボカさん、お疲れ、ありがとう。トリガーさん、お疲れ、ありがとう。キンパイさんも、ありがとう。じゃあまたねじゃあねタワーもありがとうございます。お礼はまた今度させてください。じゃあねー。